どうも、私がライでございます。今回ですね、こちらのグランドパーティーやっていきましょう。今月もやってまいりましたグランドパーティーということで、今回の編成なんですけれども、まあ一応ね、前回のグランドパーティーはちょっと使えなかったこちら、ロジャー&レイリー&ギャバン、こちら使っていこうかなと、考えております。まあ斬撃場で組んでもよかったんですけど、とりあえずは自由場でちょっと組んでみましたので、まあちょっとこのね、必殺技プラスまあ超必殺技をちょっと、使いながらね、まあどれだけいけるかっていうところを、やっていこうかなと。まあ一応レベル上限突破は私マックスにしておりますので、超必殺技の効果が変わってますよって感じですかね、こちら。まあ全体の体力を 60% 減らして、その後にダメージっていう感じなんで、この一撃を打っちゃえばだいぶね、相手倒せるかなみたいな感じなんですけど、でプラスやっぱダメージ受けた分体力減ってると思うんですけど、その体力も回復してくれるっていう、化け物よねやっぱ強いねこれね。まあなのでちょっとロジャー&レイリー&ギャバン使いながらやっていけたらなと思っております。で、あとはそうですね、まあ自由パこんな感じですね。ナミ&カリーナ入れつつ、まあロジャー&レイリー&ギャバンで、ギアフェス・ルフィと超進化後のでおでんとサンジっていう感じですね。でサブで、青生地を入れてるって感じなんですけど、でまあ一応おでんのところなんですけど、私的にはやはりこの封じ、このおでんの封じがね、まあ 70% とは思えないほどかかってくれるので、ちょっと入れてるって感じなんですけど、例えばですけど和属性サンジとか、超フェスのねサンジとかでも全然いいんじゃないかなとは思っております。でまあ今回リーダー、ギアフェフス地属性ですね、使わせていただいております。まあルールの方で、その地属性ルフィのねバーストの効果とか、まあ地属性が不利になってるっていう効果はないので、まあ今回ガチガチにちょっと使っていけたらなと思っております。まあだから即属性パとか和属性パのバーストが下がってしまうので、今回はそのカイドウ VS ルフィとかがちょっと使えなくなりますよみたいな感じですかね。まあで心属性ギアフェス使っていただいても、船長でね使っていただいても問題ないですし、であとはまあ、ガチガチの、斬撃パって感じですね。まあ斬撃と、まあ、ルフィ単体ルフィと斬撃パみたいな、まあ、感じの編成でちょっとやっていこうかなと考えております。まあこれちょっとね、一発目お手並み拝見ということでやっていきましょう。はい、ということでこの方とやっていきましょう。まあこの方結構ね、編成がガチガチでちょっと怖いところではあるんですけど、ちょっとやっていきましょうか。まあ、一応、ファーストが斬撃パーで、真ん中が力属性パー、そして、自由パーって形の並びなので、まあ一旦こちらの斬撃パーちょっと当てていきつつ、まあ、ちょっと様子見ていこうかなと思ってます。いきましょう。さあどうなるか、頼むぞ。まあちょっとここはね怪しい、結構斬撃ガチガチなんですよね。相手レベル上限突破とかもされてますし、ちょっと怖いところなんですけど、エースホークとかもいますし、ちょっとこれは勝てないかなと思っているんですけど、どうかな。まあうまくはまれば勝てるかなって感じではあるんですけどね。それこそロジャー&ニューゲート使った後ルフィ使ったみたいな感じで、うまいこといけばって感じですかね。はい、まあ、あとはナミ&カリーナの必殺のタイミングですね。まあ、それで相手の速攻とかを、減らせられればなって感じではあります。マジか、一発目早いですねシャンクス。うわー、耐えた。で一応波&カリーナ溜まりましたね。これでちょっとね、この4体下げれるからでかいよね。でシャンクスで CT 上げた後に、あ、これいけるかもな、ワンチャン。これシールドかかりつつのね短縮なんで、ロージャー&ニューゲート使って、おでんはまだたま、あでもおでんと使われそうだねこれで。ただおでんぐらいなら耐えれるでしょう、その1位くらいなら。あ、まあまあ、波の彼はしょうがない。ここでルフィで使えるのでかい。これで倒せるはず。とっと、耐えるね結構。でもあと4体か。うわ、ギリギリ。うわ、ドリーブロギーいるからちょっと危なっかしいな。ドリーブロギーいるのがちょっと怖いな。ただ耐えろよ。うわ、一撃が重い。一撃が重い。まあ、バーストは貯めとくか。うわー、ちょっと惜しいな。いや、でもまだワン、いやー、無理か。バースト使われちゃったもんね。まあまあいいでしょう。これは一旦受けましょうや。いやー、ちょっと、でもまあ、バースト使われなかったらワンチャンあったよね、まだね。
シャンクス必殺使ってもう一回レベッカ&兵隊さん使えばね、ワンチャンありそうな感じではありましたよね。さあちょっとここ行きましょうか。ここがちょっとね見せ場なんですよ、私のロジャー&レイリー&ギャバ見せ場です。行きましょうか。いやどうするかなんだよな、普通に勝ちに行くか、いやまあバースト使わずにちょっと勝ちたいっちゃ勝ちたいんですよね、どうなるかって感じではあるんですけど。さあお願いします。いやほんとコビー欲しいんだよな、コビーさえ私ゲットできれば、あと3マリーゴールドねゲットできれば、私的にはちょっと力属性パー組んでみたいとは思ってるんですけど、まあ今ねちょっとその2体ゲットできてないのでね、一旦はあれなんですけど、波の彼に黙れ、あいいね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 、最高な流れこれ。あでもルフィこれ下がんないか、あ下がったナイス、オッケー完璧で、あとはゾロはまだ使われない、ルフィはまだ大丈夫ね、ここおでん封じかかれ、封じかかれどうだ、あいいね、オッケーオッケーでまだ大丈夫ね、あここで来ると封じがかかる可能性がある、オッケー耐えた。でここロージャー&レイリー&ギャバンでまあ一旦ダメージオッケー、そしてルフィでこれ飛ばせますね、一定はこれ使わんくてもいけるかな、オッケー。ただこの2体残ってんのかいって感じなんだよな、ただ待てルフィがまだ溜まってないでしょ、この前にあー待ってサンダースに来ちゃったけど、コービーがこれ上がんなければなって感じではありますよね、ナミアのカリーナが使えれば問題ないけど、いけるね、いいね、オッケー完璧、もう何もさせません何もさせません、力属性パの皆さん何もさせませんよ、はい、まあ、ルフィの必殺さえ打たれなければこちらのもんですからねさあさあオッケー完勝、これはちょっと完勝でしたね、しかも超必殺使わずにちょっと勝つのが結構でかいね、やっぱレイねロジャーたちが強すぎますねあの一撃でだいぶ変わったもんね戦況で、やっぱでかいよな。さああとはもう流れですよ、もう終わらしちゃいますね、すいませんすいません、終わらしちゃいます、すみませんが早めにこのね、ギアフィスちょっと使わせていただきまして退場されていただきましょう。そういえばさ、これグランドパーティーのさ、このギアフィスの一撃を例えばロージャー&レイリー&ギャバン食らったらさ、これたまるの、あたまんないんだ、あ本当に敵からの必殺技でしかたまんないんだ、そうなんだ、へえ知らんかった、てか今思ったけどこのタイミングで撃つべきじゃなかったなだよね、普通にはじゃないよタイミングで、ミスターは普通に、普通ナミアのカリーナが必殺撃つ前とかにね、あのバースト使えよって感じなんですけど、うん調子乗りましたね。さああとはいやー使われちゃったね、ほらねここで使うべきでしょ普通ね、何してんのって感じですけど、さあまあいいでしょう、様子見ましょう、とりあえずまああと一発撃てばね勝てるんで、さあおでん来ましたと、 OK 封じはかからずで、ルフィはまだ溜まってません、うん、わあでも来るね結構ね、アトラス溜まるかこれ、溜まんないかちょっと、アトラスはちょっと溜まらないかな、 OK ここでボニー使えるのでかいよ、これで2体はそうね短縮できますよということで、ただね相手の超必殺を溜めちゃうのがちょっと痛いよね。さあここでプリン短縮でアトラス撃てそうだね。オッケー、アトラス撃って終わりかな。アトラスが強す、お、でも、硬いね。あれ、確かロジャーたちあれか、防御力アップしてんだっけ。そりゃ強いな。危ない。待て。危ない。今、ロジャーたち溜まってたぞ。撃たれたら危ないよ。さあ、あとはボニー使って。まあ、でも正直さ、あれだよね。レベル上限突破マックスまで上がってないロジャーたちなんてね。まあ強いけどって感じだよね。うん。結局はやっぱ超必殺技打たれても、そんな変わんないので、そこは大丈夫かなって感じではありますよね。まあということで、結構サクといけましたね。正直力属性パのところも、相手がそれこそね、バースト使われなければワンチャンありましたし、それこそこちらがバースト使っても、まあいけたと思いますし、うん。結構危なげなく、いけたのではないかなと思いますので、まあ、個人的にこのね、最後の方の最終日とかはね、この編成ちょっと安定させながら行こうかなとは思ってますので、今回こそ15勝目指します！皆さん、応援よろしくお願いします！